秋山三店のひなほの神散歩。愛媛のあちこちを紙の上で一緒に散歩しよう。それでは今日の小町さん、よろしくお願いします。はい、小町です。よろしくお願いします。ではまずこちらから。はい、ありがとうございます。今週はまず公園ですか。はい、今治市湯の浦にあります桜井総合公園です。広いですね。はい、すごく広い公園です。後ろに海があるってことは海が近いんですか。そうなんです。すごく海が近くて、標高80メートルの展望台からも美しい海が眺められますよ。あ、じゃあ結構高いところにあるんですね。そうですね。ソリに乗れるんですか。ソリに乗れるんですあ、じゃあこう下れるみたいな山を。そうなんです。ソリは無料で楽しめますよ。行きたい象とキリンに会えて、海が近いからビーチにも降りれるんですね。そうですね。桜井総合公園からは少し歩くんですけども、うん、桜井海浜ふれあい広場という場所があって、こちらは海の絶景を間近で楽しめます。おお、綺麗。続いて今治市の福助ベーカリーさんです。はい、パン屋さん。はい、パン屋さん。なんかこのパン珍しいですね。オブラやチョコが入ったパン、はい、ドイツコッペという福助ベーカリーさんの代表する人気ナンバーワンのパンになっています。え、人気ナンバーワンなんですね。美味しそう。続いて、はい、今治市のファンタブルキッチンさんです。ファンタブルキッチンさん、あ、おしゃれ、めちゃ映えそうです、この外観から、はい、こちらはいろいろな食材を販売しているお店なんですけども、レジでアイスコーヒーをテイクアウトすることができるんです。あ、なるほど。無農薬無化学肥料のコーヒー、すごい。この下の、なんだろう、クッキーかな、塩を使ったスイーツがあるんですね、はい、そうなんです、今新商品として一押しなのが、はい、瓦塩チョコレートと、瓦塩チョコレート、瓦塩のキャラメルくるみサンドも人気です、はい、このパンとコーヒー買ってからの、はい、今治市にある今治交通公園です。今治交通公園、すごい。あ、この、はい、これが公園内なんですけど、歩道橋があるんですよ。すごいですね。横断歩道もついてる。そうなんです。信号もあるし、まさに教習所みたい、はい、ゴーカートも乗れるんですね。はい、1回100円でゴーカートに乗れるんですけど。なるほど、交通だから。そうですね。すごっ子供さんも車に乗ることができるということですね。なるほどなるほど、はい、楽しそう。はい、というわけで今回も気になるスポットがいろいろありました。今日の小町さん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、ひなほの神散歩でした。また来週。